メルトラにある、かつてモスクだった、建築物。現在はカトリックへと修士街をしている。リスボン中央モスク本項目では、ポルトガルのイスラム教について記述する。ポルトガル国立統計局によると、1991年の国勢調査では、ポルトガル国内に9134人のムスリムが居住しており、これは全人口の約0.1%にあたる。しかし、 シュトリスボンのイスラム教徒コミュニティは約4万に達しているという報告もある。ポルトガルのムスリムはギニアビサウやモザンビークなどかつてポルトガル海上帝国に含まれていた地域に羊を持つ者が大多数を占めており、特にモザンビークに羊を持つムスリムはその大部分がインドア大陸にその羊を持つ。711年から1249年まで。 現代のポルトガルの領土の大部分はイスラム教徒であったムーア人の支配下にあり、アルガルブ・アルアンダルスと呼ばれていた。この統治はポルトガルの文化に遺産として重大な影響を及ぼしており、特にイスラーム美術という形式で大きな影響を残した。ポルトガル語もまた影響を受け、この時期にアラビア語から多くの単語が借用語としてポルトガル語に定着した。 アレンテージョのメルトラには国内で唯一この時期のモスクが残っている。このモスクはレコンキスタの後はカトリック教会へと収支替えを行って現代まで残ることとなった。ありがとうございます。